はい、藤田さんグルーヴです。今日4回目なんですけど、シリーズの4回目なんですけど、そもそも何で始まってるっていうと、前倒しスイングと後ろ回しスイングっていうのが2種類ちゃんとありますよって。でそれがまあ前回よりもだいぶ分かってきたので、もう少し分かりやすい流れでレクチャーできるんじゃないかと思って、まあ自分の中でも挑戦なんですけどね、やらせていただいてるんですが、ここまでは後ろ回しのスイングがこれで、前倒しのスイングがこれでみたいなことも言ってません。どっちのスイングもここまでは一緒ですと。今日から分かれます。で分けます。いいですか。ここまでの流れをどっちのスイングが自分には向いているとか、どっちのスイングの方がイメージ出るって言ったって、ここまでは絶対に押さえてください。ここから先です、分けれるのは。もう一回分かりやすくやるために小手先からいきます。初めからの流れでいくと、こうやってこのままこれ前倒しでボールが左に捕まります。でまっすぐ打つために、手だけで打つ、まあ小手先スイングってちょっと言葉悪いんですけどね、言っちゃってもそれだけでも後ろから回してきてタイミングを合わせられると、手を使ってボールはまっすぐになります。これは手打ちじゃなくて正しいアームモーションです。腕の動きです。これが正しい腕の動きです。これができなければ前倒しスイングも後ろ回しスイングもできません。それにボディターンをつけるよっていうところまで行きました。ボディターンというのはボディですからね、まだヒップターン言ってませんよ。でここでです、俗に言うヒップターンっていうのを力説する人っていうのは、大体クラブを後ろから回そうとしてます。でここからやります。いきますよ。まずは前倒しスイングからいきます。前倒しスイングはどうなるのって言ったら、腰まで上げます。クラブ開いてきて、こう小手先スイングでやった動きでクラブを後ろから倒してきます。前倒しのスイングはここからこう入ります。で後ろ回しのスイングはここまで一緒です。ここからこう入ります。これ今までも本当にアルファとベータっていうふうに解説してきましたけど、ここまでのこの1回目2回目3回目っていうのがしっかり磨かれてると、あっさりこの2つは受け入れられるというか、私まあできるんですよ。でもできるので後ろ回しのスイングにトライしたんですけど、試合で全く使いませんでした。だからもう自分の中では、あ、俺はもう後ろ回しはないなっていう結論になったんですけど、プロゴルファーだとそれを試合で使えなきゃ意味がないんですよ。それをやって数字に変えれなきゃ意味がないので、後ろ回しできるんで、なんとなく、あ、こういう流れでしょっていうことで自分でもできるんじゃないかなと思ってやったんですけど、もう残念ながら飛距離は出やん、球は曲がる、プレッシャーがあったらわけわからないになるっていうので全然できなかったです。それよりは結局私の場合はですけど、こっちこの前からこっちの方がこう前からクラブを倒してくるという感覚が強いんですよね。こっちの方がやっぱり試合では通用するというか、まあ、もう一回やります。いいですか。俗に言う前倒しスイングっていうのは、ここからクラブをこう後ろに回ってるんですよ。回ってるんですけど、クラブをですね、ボールの前に倒していくっていうのはどういうことかというと、ボールの前です。ボールの前側にクラブを、後ろに回したクラブをもう一度ボールの前に向かって後ろ側から倒していきます。ボールの前に向かって後ろ側から倒していきますと、当然ですけど全部体はこう右に残りますよね。で腕だけが走っていったっていう、俗にこうフェースレローテーションがたくさん起きたようなスイングに見えますけども、こっちが俗に言われる前倒し系のスイングです。それで腰まで上げます。でこの状態からクラブを今度は同じようです、同じように回して倒して、ここからいいですか、右サイドに体を残さないで下半身をクラブこの後ろに倒してきたっていう時間を長く使って右に
胸は残ってます。でも下半身は左にどんどんリードしていきます。胸は残ってますよ。胸は相変わらず残ってますよ。でも下半身だけはどんどんリードしていって、この下半身のリードと後ろに回してるっていう時間をたくさん使ってボールの前にクラブを倒していくのを後ろ回しスイングっていうふうに世の中ではきっと言ってるんだと思います。でも1回目2回目3回目までやった基本は全く一緒です。そこまでが獲得できなくって、この両方は多分ですけど、これ後ろ回ししました、絶対できないと思います。これ前倒しします。で、一つここで変わってくるのは、なんとなくですけどインパクトでの頭の残り方、後ろ回しの方がなぜ体を開いてもいいとか腰を回してもいいとかっていう表現になってくるかっていうと、インパクトの時に後ろ回しスイングやりましょう。後ろ回しスイングの方がインパクトの時に頭がボールの正面にあっていいわけです。ここ向いてていいわけです。なので感覚的に上がってくるのが、何やったらこんな感じでも当てられるので開いていってもいいっていう話になると思うんですよ。でもです、前倒しの方が向いてますっていう方がこれをやっちゃうと、本当にこうなってって言ったらおかしいですけど、体が全部流れちゃってボールに力が伝わらないんです。前倒し系のスイングを目指す方っていうか、そっちの方が力が入るとか距離が出せるっていう方はですね、頭はいつでもですけどインパクトの時に本当にここ右のつま先の前ぐらいを向いたままインパクトを迎えないと正面にクラブは戻りません。正面でクラブをさばけません。ですからこの2種類がまずあります。背骨でいうと右に傾けた状態でインパクトに入ってこないっていう方は後ろ回しの方が向いてるかもしれないです。できるだけセンターに背骨を取ったまま背骨の傾きをいじらないでスイングをしたいっていうイメージですよ。イメージですの方は後ろ回しの方が向いてるかもしれないです。前倒し系で力が入る人っていうのはダウンスイングで、どっちかというと僕もバンプバンプってよく自分のスイング解説をするときはバンプを使ってくれっていう表現をしてると思うんですけど、自分なんかはやっぱり右サイドに全部残しておいて、なんなら頭も全部右に残しておいたまま前からクラブを入れてきた方が力が出せるので、そっちをまあなんていうのかな、今まで皆さんにも解説してきたんですけど、でもね、何回も言いますけど、1回目2回目3回目ってここまでやったでしょ。これはどちらのスイングの方もここまでだけは絶対一緒。これを獲得していただけなかったらどっちにもいけないです。ここまではもう本当に基本中の基本になります。後ろ回しやから全然ローテーションなんて全くいらなくって、全然これで後ろ回しやからこれでもいいのよって言って、これで後ろから回してフェースのターンがいらないっていう人は、自分のがフェースのターンっていうのが意識に上がってこないからいらないと思ってるだけで、1回目2回目3回目まで言ったのをやってみてくれって言ったらできるはずです。あ、できるわって、できるからこそこれができるんです。で、前倒しのスイングの人もいやいやそんな言ったってやっぱりクラブはしっかり返していかないかんって、こうローテーションをしっかり入れられないかんっていうイメージがあると思うんですけど、その方ですらですか、ここバックスイングでここまではクラブは返してないわけです。胸の前から外れてないわけ。これだけはこんだけの間だけっていうのは、この胸のターンですよね、この胸の動きっていうのはなんぼローテーションを入れると言ったところで、こんだけのガイドっていうのは体の中にないとインパクトプレーンが安定しないわけですよ。ですから両方どちらのスイングを目指すのであっても、ここまでは必ず獲得してください。もう一回やりますよ。腰まで上げる これとこの動作っていうのをつなげる。この時に見ていただきたいんですけど、下半身っていうのは一切動いてませんよね。できるだけアドレスしたままをキープしてますよね。で、後ろ回しと前倒しを決定づけていくのはこの後の下半身の動きです。
バンプ入れて右に残したまま右サイドでこれ前倒しになってきます。腰をバンプさせないで後ろ回しの要素をたくさん入れてと、後ろバンプ入れないんですから何が残ってんのってのはもちろんですけどヒップターンが残ってますよね。この下半身のターンが残ってると後ろから入れてクラブを前に倒していくことができます。なのでこの先はどっちのスイングを選択していただいてもいいと思います。自分の出力が高まる方っていうのがきっとあると思いますので、ここで初めて前倒しとか後ろ回しっていうのがなんていうのかな、分かれてくると思うんですね。なのでここまでっていうのはまあ、今日4回目ですけど、ようやくこの4回目でちょっとこうこれでも実はまあ大まかなんですけど、でもまあこの大まかにやったこの先の細かさっていうのは、まあ、残念ながら私の場合はこう、まあ、後ろ回しはあと言葉で言うと一歩二歩ぐらいしか進め込めないんですよ。なんでかっていうと自分に向いてないんで、その先を強く言えないです。自分のフィルターを通すのにも限界があるんで。でも前倒しのことならもっとこの先はこうやれる、ここまで細かくする、ここまでやった方がいいっていうのは語れるんですけど、その先っていうのはまあどうかな、できたとしてもこう他の意見のとか他の人のどうも受け売りになってくるんじゃないかなっていう予感はしてますけど、でも後ろ回しと前倒しがあるっていうのはこういうことですっていう結論付けても今のところいいと思ってますっていうことで、はい、なんやそう前倒しスイングと後ろ回しっていうのはこのフットワーク下半身の使い方でおおよそ、決まってしまうっていう話でした。はい、はい、そこまでは基本のキーは一緒ですからね。皆さんとりあえずこの4回まだもうしばらく続きます。もうちょっと深掘りしますので、で今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。どっちもやって、どっちもしたし、うんうん、どっちもやったけど、うん、パターからドライバーまで、うん、全部そっちで固めた方のがやっぱりセオリーだよね。そう、俺はもうそのなんていうの、セオリーっていうか、セオリーっていうよりもその方が自分はいいと思ってる。で、なんでかっていうと、よくね、試合、俺なんかすぐにこうアマチュアの人、いや、試合ではね、こっちしか通用せんのよって言うけど、アマチュアの人、いや、別に俺ら試合行くわけやないしとか、うんうん、言うけど、でも、俺にとって試合っていうのは、究極にプレッシャーがかかってくるっていう意味やね。プレッシャーがかかった時にはこっちしかできませんっていう方が俺にとってはこっちやっていう話で、うん、はい、そうだから、いやいやいや、プレッシャーなんかあらへんし、そもそも結果なんか求めてないよって言うんであれば、うん、全くエンジョイでレジャーやしっていうんであれば、全く好きな方じゃあやればって思う、うん、その代わりレジャーでエンジョイなんやから結果がうまくいかんくったって、うん、だって俺はプロを楽しんでるんだからっていうスタンスなら、それはもう全然どっちもありやね、うん、でもやっぱり人間のすることやからすべからくやってる中でどっちが力が入るとか、どっちが当たった時が気持ちいいとか、どっちがこう振っててね楽しいとか面白いとかやりやすいっていうのは出てくるのよ、うん、だからどっちが正しいですよっていうのじゃないっていうのもまず言いたいし、どっちもスイングはあるから自分がやりやすい方、気持ちいいと思う方を選択してくれと。でも何が言いたかったかというと、今回はねこの4回でやっと言ったけど、この前半の3回で何が言いたかったかというと、流れとして後ろ回しのスイングみたいなのが最近出てきたというかさ、ボディーターンでこうフェースを返しませんよっていう、フェースは返さなくていいですよ、返さなくていいですよっていうのをある程度こう力説するから、みんないやいや返ってんじゃんと思うわけよ。プロゴルファーの目から見て返ってるのになんで返すなって教えるのっていうのがすごく多いで、ここまでの動作が俺は自分でここまでっていうのは3つね、最初の、ね、手の動きから胸の動きに高々がつなげるっていう、これだけができてるからどっちへもいけるんじゃないのっていう、うん、もうこれから今の最先端は手の動きは本当にいらなくって、ボディこうヒップをこうやってターンさせるだけで、ほら手も返してないでしょ、でもボールまっすぐ飛ばせるでしょって、これはプロゴルファーやからできる話であって、こんなの、うん、
これはなんでできるのって言ったら、俺に言わせたら、いやいや、そもそもこれができるでしょって、うん、で、もっと言うと、これができるでしょって、うん、これができるからこれもできるし、これもできるしっていうことの、そこまでできなくって、どっちやからそれがいらない、最初の3つは搾取しても、あ、搾取じゃない、もう削除してもいいっていう話では全然ないの。プロゴルファーの感覚からしたらいらないになっちゃう。これはこっちのスイングを選択した時に、うん、何がいらん、この感覚はいらないになる。プロゴルファーの感覚からしたら全然違うから、いらないになる、うん、いる。アマチュアの側に立ったらいる。もだって、じゃあ結局ゴルフスイングって今のだけ見たらいい、こうじゃんね、うん、これボディーターンで3回目に言ったよね、うん、こうやって遅らせただけで俺なんか打ててしまうのよこれ、うんうん、でこれなんで打てるのって言ったら、自分はこうやっただけかもしれんけど、この中になんで打てたかって言うと、切り返しの時にこれが入ったの、これが実は入ったの、これが入ったから打てたの。でも本当にアマチュアの人に、いや、もう手のローテーションとか小手先の動きなんかいらないから、手使わずにそのまま行きましょうって言ったら、こうなるの。で、選択するのは、うん、ある程度、まあ、そこで言うとさ、うん、本質な、うん、まあ、アイアンを振るっていうことの本質の何パーセントぐらいまで、下半身行くまでは何パーセントぐらいまで締めてんの、本質の何パーセント、これゴルフスイング、どっちもどっちも後ろ回し、まあ要はさ GG なのか何なのかっていう、オーソドックスなスイングなのか、本質的に言ったら、さ、3つ下半身行くまでに、下半身行くまでのが本、ゴルフのスイングの本質よ。だからそれが本質よ。90% 以上だから90じゃん、100よ、100、そっからは、そこから、うん、ここまでがもう 100%、 皆さん 100% ここに当てはまってますよ、うん、その先で、うん、より自分に振りやすい体幹っていうか、フットワークよね、うん、何が言いたかったか、そこ、うん、下半身よね、うん、よりイメージのつく下半身の使い方にしようと思ったら、うん、上が分かる、その後ろから回していく部分、要素が感覚的にたくさん上がってきますっていうのは、下半身をどん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 回していきたい人だよね、うん、うん、で上がここまでしか後ろから回してる時間がなくって、うん、その後はできるだけどんどん後ろから入ってくるんじゃなくて、ここからはクラブを返していきたい、うん、前に倒していきたいって感覚のある人っていうのは、ヒップターンじゃなくて、どっちか言ったら俗にこっちに壁を作っといて、腕をしっかり振っていくことでスイングブレーンを演出したいっていう人よね。クラブを後ろから回してきて、ヒップを回していくことでスイングブレーンを演出したいっていう人と2通りいるよね。その2通りってさ、うん、どうやって選択してたらええのかわからへんの、ね、どうやってして選択してたらええのかわからんじゃん、わからんじゃん、うん、だからやってみる、どっちが気持ちいい、どっちが遠くに飛ぶ、どっちがプレッシャーの中でもできる、あ、そういう感じで、そう、どっちが気持ちいいかはあなたしかわからない、俺は、あ、そうなの、そう、これとこれどっちが美味しいって感じる、俺は A やけどね、あ、 A と B とどっちが美味しいって感じる、俺は A やけどね、私 B やけど、お前おかしいわって言えへんの、あ、そうなの、うん、好き好みいったら両方好きやな、好きやな、好き好き嫌いの話やな、好き嫌いは何かっていうと、気持ちいいって感じるとか、綺麗って感じるとか、できそうって感じるとか、分かる、そういうのって結局人って持ってんのよ。でもさ、うん、今な、視聴者の立場で言わせてもらうと、うん、うちのチャンネルは年齢の高い方が多いやんか、うん、体硬いとか腰下変とか、うん、俺なんか特にケツの筋肉が硬いのさ、うん、もう要は難しい範囲っていうのがどうしても出てくるんだ、うん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 、でそういうようなで選んでってもええってこと、それが
気持ちええって踏まえるんなら、うん、もっと言うとそれナイス。身体能力が落ちてくれば落ちてくるほどどっちかしかできやん。そうやろ。そう、せやそのどっちかがさ、うん、俺はずっと悩んでてな。それは両方できそうな気がするってから身体能力が高いって状態、高いっていうのは条件がええいうこと。条件がええいうのは選択する幅があるってこと、うん、条件が悪いっていうのは選択する幅がないってこと、うんうん、それを条件が悪いっていう、はいはい、そう。だからどっちにしようかなってまだ迷えるってことはそれだけ身体能力がまだまだ高いってことだ。だけど俺がその言ってもこっちに落ち着いてしまったっていうのは、うん、身体能力が落ち年齢的に落ちてきてるっていうのもさることながら、うん、自分としては究極のプレッシャーの中でやるわけ、うんうんうん、そうしたら最も自分がやりやすいことしかできんよ人が、うん、そうだね、そうだね、そう。ってことはやっぱり僕の最初の質問で言うと一個に全てのね、うん、プラグを選択した時に一個に偏を捨てといた方がいいから、うん、パターンの種類も一個にしといた方がいい、うん、そっちの方に行けた。まあ、僕からしたらデシャンボーが究極かなと思うので、うん、簡単に言うとね、うん、あそこまで徹底しとるなっていうのはイメージ的になかなかね、うんうん、だからそう何かこう一つにまあなんていうのかな、ドライバーからパターンまで、うん、ある一つのイメージで、うんうん、やった方がいいっていうのはもう賛成。そうやね、うん、今までの話の流れからいくと、うん、ドライバーが前倒して、アイアンが後ろ回して、パターだけ回して、パターが前倒してとか、うん、そんなことはやらない方がいい。パターだけ後ろ回しみたいなもんか。要はフェースバランスも考えて、うん、選択していけよっていう話。そう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 、うん、まあ本当に細かい、すごく細かい話になって、なんていうのかな、うん、ここまで視聴者の人にはいるのかどうかっていうのもちょっと疑問が持たれるんやけどね。なんていうの、でもいいのよ別に、その身内の話をそのまま YouTube でやっとるみたいな。そもそも初めから初めから、そうやん、そうやな、そうやん、そうやよ。だからなんていうの、コメントでもあるやんか、なんか途中から話が入ってくるもんでなんかグダグダになるとか言ってたらほらみんなうちの番組見よう思ってもね、だからええかって俺はいつでも雨ばっかなんかさしとらへんぞ、集中力消えてきたら内容なんか分からへんようになるぞ言うてこんなもん集中してみとらへんかったら知らんぞと思いながらやってるもんだって雑談、ほとんど雑談やんか。そうやな、うん、言葉遣いかって全然標準語でやったろうと思ってないやん、見え見えそのままで言っとるやん、なんで言うたら俺はその方が思いが伝わる思ってんねん、ね、人となりもその方が伝わるんちゃうんかって、ね、これ自慢ちゃうけどこれでも一生懸命で一生懸命標準語でこれやろ、間違いないな、うん、普段もっとコテコテやん、あんなやったら間違いないな、そう熱なってきたら延々コテコテやん、そうやな、うん、俺がずっとニュートラルで折れるもんな動画ではだからボケや、そう初めはいつもはい藤沢ゴルフですみたいな今回皆さんに言いたいのは言いながら最後はいつもいや言うたらてやなと喋ってる